明日も会話だ明日も会話だ、明日喧嘩だああもうみたいなもうこれって結婚したらずっとこんな感じになる <laughs> 突然そんなあの,なあの本当に面白いドラマができた後と一度自信を持って送り出せるかなと思うのでぜひあさってから楽しいあ今日見るんですもんね2話まで見て気になるわと思ってふた晩寝ていただいて。 <laughs> ぜひあさって楽しんでください。よろししくお願いしますこのいいますこの夫婦というのは去年あの撮影していまして本当に濃密な撮影期間で <laughs>、えー、高畑さん演じるいちこちゃんととも、えー、にあの一生懸命あの作った作品ですあのやっとこう皆さんにお届けできる日が来たということでちょっと緊張しておりますが、えー、本日はどうぞよろしくお願いします。この作品を 見たときに何が起こるかは知っているはずなのにすっごい見入っちゃってもう目が離せなくなる感覚だったのでそれをぜひ皆さんにもあの楽しんでもらえたら嬉しいなと思います今日はよろしくお願いしますあの僕もこの完成したのを見たんですけども本当一瞬で見終わりましたあの二日でもう見て見切って本当面白いですあの皆さん楽しみにしていてくださいえ本当に素敵な作品なので皆さんぜひ 楽しみにしていてください。えっと、今日相談された方だけじゃなく、本当に素敵なキャストスタッフに恵まれて。作れたドラマになります。楽しんでいってください。よろしくお願いします。すごいね。もう何千人もいるかなと思ってたんですよ。外で聞いたら。すごいのキャーキャー。ねえ。みんな元気だね。まずもう配信で良かったかなと思って、やっぱり声出しちゃうのよ。うん、いろいろ。 そうみんなともう一人でなんか違うよ、そこもうそこじゃないとか <laughs> そこ分かるっていうもう共感とかあのもちろんあ自分だったらどうなのかなとかそういう声を出してしまうんですね、で結構あの悩み相談をあの受けるんですね、まあ、なんかなかなかね夫婦って全部違うから何て答えればいいのかなと思ってずっと悩んでたらこのドラマを見てあるじゃん、答え。<laughs> これれを見ればだっていろんな パターンが出てくるから、あのいろんな答えとあの自分をよく知る自分を知ることができるあの素晴らしいドラマだなと思います。はい、あのプロデューサーと話してる中であの音やっていう役多分岡田さんがやったらすごく。 なんかすごく憎まれる可能性もある役だったり、どう取られても、こういろんな役に見える部分を。岡田さんの柔らかさとか、ある種の天然さで、ちょっとなんか可愛らしくなったりとか。でも天然さが増すことで、より憎まれるんじゃないかという意見も出てて。これは僕は天然じゃないですけどね。天然じゃないから。天然じゃなかったみたいです,す。い,いや、今日ずっと引っかかってた、今日ずっと引っかかってた、俺、天然じゃないから。天然じゃない。天然じゃない。天然っていうか、ちょっと残念な部分。残念でもないわ。 待って待って残念でもないいし、ろんなもうもう立派なな大人になってますわ <laughs> 原作すっごい大好きだったので,で絶対ドラマにしたら面白いに違いないでも地上波では絶対できないこの内容はっていうところがあったのであのそう思ってから何年も経ってそのいちこという役が自分に来てくれたこともすごい感激でしたしあの配信ドラマっていうのが結構主流になりつつある時代が来るとも思ってなかったからその時は。 配信ドラマで今泉監督でこのキャストでこのチームでってもうなんか全てのパズルがバチッて何年も経てなんかハマった気がしてものすごく勝手に原作ファンとしてぶち上がってましためちゃくちゃ私は2人のこと好きで会いたすぎて現場だけ行ったんですけど <laughs> でもあのシーンがなかったから私たちのシーンはも,うもちろん撮影してたの見てるし知ってるけどそこからこの夫婦に切り替わった瞬間ライトがブルーになって。 っっって思って思 <laughs> すっごいシリアスな <laughs> 本当社会派ドラマを見てるような <laughs> でも何だろう本当に見えてしまうと目を離せないというか二人のその膠着した空気からちょっとずつ愛がにじみ出てくる感じとかが私の中でもキャスティング聞いた時点であめっちゃぴったりだなってお二人のこと思ってたからだからそれがなんか実体になってるっていう感激がありましたね。 <laughs> これが現実だぞこれでも来るのか結婚という領域にって言われてる感じがしてあの若干尻込みは <laughs> あったんですけどでもなんかやっぱり人といるってすごいいいなって思ったしそれ演じててもだしんだろう私一人個人的な話して一人っ子でなんか普通に考えるんですよ親とか何かあったらどうしようとか。 そう思った時に劇中でも音やんがずっとこう寄り添ってくれるなんかただそこにいてくれるっていう存在のありがたさたるやって思ってやっぱ結婚いいなって素敵だなって憧れもあるなとは思えました最後まで撮ったら。いや僕も、あのー ポジティブな方ではあるんですけどそうかこんなに会話を繰り広げないといけないのかっていうだから撮影中なんか毎日疲れ切ってて明日も会話だ明日も会話だ明日喧嘩だああもうみたいなもうこれって結婚したらずっとこんな感じになる <laughs> 突然 <laughs> そんな,なんそ,そんなあんなに濃厚な結婚生活はない,ないですか <laughs> そんなにに大きくなんか結婚ってていうものに対して なんかそう変わったわけではなかったかなとは思います、うん、きっと周りからしたらすごく大きな変化なんですけどあんまり自分的にはあのそ,そんなに <laughs> 実は変わってないなって感じではありますねあの最近熊本に仕事で帰ってたんですけど、うん、そこに地元の友達とかみんな遊びに来てくれてで仲良い,いメンバーみんな結婚してて子供ももいていいなと思いましたよ <laughs> <laughs> 純粋に。 素直に思いました。いいなっや、ねはい、結婚がもう実はあってもしなんかそう素敵な人ができたらちゃんと向き合って素敵なその関係を築いていきたいなって思えるような作品になってたので、はい、いい人が現れるといいです、はい。<laughs> お待ちしております。<laughs> あのまあ今皆さんお話を聞いてくれてたと思うんですけどやっぱり共感性がすごい高いドラマになっていると思いますしこの二組の夫婦を見ていい夫婦っていうのは何なのかみたいなのをあの考えながらあの皆さん見ていただけたらいいなと思っています。どうぞいい夫婦よろししくお願いしますちゃんとと重量感感満足感がある作品なのでなんか ペッペッペッって流し見はちょっとできない作品だと思うんですけどなんか見ると人との関わり方ちょっとこうしてみようかなとか考えてみようかなって向き合うのちょっとビクビクしてたなとか思えるかなって思うので是非楽しく見ていただけたら嬉しいです。なんかもちろん分かってるしみんなも分かってる上でなんですけど今すごく結婚が絶対みたいに結婚がいいものみたいになってますけど結婚が絶対だとも思ってなくて一つの形で この話があるし最後まで見てもらえればいちことお手んの関係含め美月と白の関係含めなんか結婚は一つの選択で結婚以外の素晴らしい形もあるしっていうことだけ一応付け加えようと思います。